はい、こんにちは。今回は伝説のボクサーたちのヤバすぎる KO シーンを紹介いたします。アトランタオリンピックで銅メダルを獲得したフロイド・メイウェザー・ジュニアはプロデビュー後18戦目で WBC 世界スーパーフェザー級王座に戴冠し、6度目の防衛戦に33戦全勝で前 IBF 世界スーパーフェザー級王者ディエゴ・コラレスを迎えました。全勝対決の一戦はメイウェザーの圧倒的なスピードと防御テクニックの前にコラレスの強打は空転し、メイウェザーが次々とダウンを奪っていきます。さらにメイウェザーは10ラウンドでもダウンを奪い、スーパーフェザー級の頂上対決の一戦を制しました。コラレスに勝ったメイウェザーは階級をどんどん上げて5階級を制覇し、50戦全勝で引退しましたが、2003年から2005年頃はスピードあふれる攻撃に加え防御力がより完璧になっていき、圧倒的な強さで対戦者を凌駕しました。防御面ではフットワーク、パンチの見切りが冴え渡り、攻撃面ではスピードに乗ったパンチがタイミングよく決まり、まさに打たせずに打つボクシングを遂行しました。アマチュアプロと負けなしの戦績を誇ったリカルド・ロペスは防御も攻撃も完璧で WBC 世界ミニマム級王座を21度防衛し、ライトフライ級と合わせて2階級を制覇しました。1994年9月に行われた WBC 世界ミニマム級王座の11度目の防衛戦でヨドシンを初回 KO したのですが、左フックのタイミングと切れ味はまさに見事でした。また13度目の防衛戦でヤミール・カラバジョに放った右ストレートの軌道は本当に綺麗でした。抜群のタイミングと綺麗なフォームで相手を倒していったロペスですが、力強さも持ち合わせており、1992年10月の指名挑戦者ロッキー・リン戦では左フックでロッキー・リンを失神させました。そしてロペスの KO 勝利で一番芸術的だったシーンは15度目の防衛戦のビラモアとの一戦です。8ラウンドにビラモアの右ジャブを外して放った左アッパーはボクシング史上最も美しい左アッパーだと感じました。
1940年代に現代のボクシング技術と比べても遜色のないリズミカルなフットワークや芸術的なコンビネーションを使ったシュガー・レイ・ロビンソンは全階級を通じて史上最高のボクサーと言われております。攻防一体のロビンソンのボクシングはスピードはもちろん躍動感があり、最も華麗で美しいボクサーと認められ、多くの人が酔いしれました。1957年5月に世界ミドル級王者ジーン・フルマーと戦った時に、抜群のタイミングで放った左フックは芸術的で史上最高の左フックと言われました。またロビンソンは右のパンチも強烈で、映画傷だらけの栄光のモデルとなった頑丈なロッキー・グラジアノを右パンチで沈めました。モハメド・アリはヘビー級のボクシングにフットワークとスピードあふれるコンビネーションと鮮やかなテクニックを持ち込んだボクサーで、そのボクシングスタイルは蝶のように舞い蜂のように刺すと言われ、ブランク前までは圧倒的なスピードと技術で相手を簡単に倒しておりました。アリは華麗な体さばきで相手に打ち込む隙を与えず、綺麗なコンビネーションを使って打ち込み、ダンスを踊っているように攻撃や防御をし、空間や時間を支配し、相手を寄せ付けないのです。圧巻だったのは元英国王者のブライアン・ロンドンとの世界ヘビー級タイトル戦で、約4秒半のわずかな時間に多くのフェイントから10発以上の高速連打を放ち KO したのでした。スーパーエクスプレス、夢の超特急の異名を持つシュガー・レイ・レナードは、ロベルト・デュランやマービン・ハグラー、トーマス・ハーンズたちと歴史的なビッグファイトを繰り広げ、ヘビー級以上に注目を集めた黄金のミドル時代を盛り上げ、晩年には5階級制覇を成し遂げました。レナードは14戦目に当時世界ランカーだったフロイド・メイウェザーシニアと戦ったのですが、この一戦でも尋常でない高速連打を繰り出しました。金メダリストのレナードはアリの後継者と期待され、順調にキャリアを積んでいる中で、世界ランカーのメイウェザーが挑戦に名乗り出ました。デビューして1年半のレナードは歴代最速のスピードと桁外れのパンチの回転力でスーパーエクスプレスの片鱗を見せつけ、世界ランカーのメイウェザーを圧倒しました。レナードが世界王者になる前に北米タイトルをかけてピート・ランザニーと戦いましたが、芸術的な
左オンリーのコンビネーションブローを炸裂させた後、高速連打をあらゆる角度から繰り出し KO しました。当時バレラは57勝40 KO 3敗の戦績を誇り、すでに世界2階級制覇を達成し、全勝のハメドとモラレスを破っており、パウンド・フォー・パウンドも上位にランクされていた大スターでした。一方パッキャオはこの時37勝28 KO 2敗1分けの戦績で、下の階級のフライ級とスーパーバンタム級で世界王者になったのですが、バリラに比べるとまだ知名度はなく、カマフェ犬的な存在で試合を組まれたのですが、序盤から左ストレートを炸裂させ、第3ラウンドにダウンを奪いました。後にフェザー級より5階級も重いスーパーウェルター級まで駆逐するパッキャオは、スピードとパワーと無尽蔵のスタミナから繰り出す連打でバリラのテクニックを凌駕し、一方的に打ち続け、バリラの心がだんだん折られていきました。迎えた第11ラウンド、パッキャオの連打からの左ボディーブローでバリラはたまらずダウンを喫しました。ダウンから起き上がったバレラは、戦意を失ったのか、パッキャオの連打を一方的に浴びせられ、バレラ陣営がたまらず試合を止め、パッキャオ伝説がここから。ライトフライ級でデビューしたパッキャオは、10階級も上のスーパーウェルター級まで上げ、多くの一流ボクサー、名王者と激闘を繰り広げましたが、フェザー級からライト級時代のパッキャオは、重いパンチを高速で放ち、鬼人のごとく相手を倒していきました。またこの時代のパッキャオのパンチは速すぎたので、多くの対戦者はパッキャオの連打が見えなかったようで、重い連打で対戦者を圧倒しました。Manny Pacman!